マイナス12度。おはようございます。マイナス12度だとすぐ凍るのかな。前にね、隊長がタオルソード作ってたの覚えてる方いますかね。去年の映像、小泉副隊長を騙してこれアーンってやつね、やろうと思ったらお姉の声じゃなくてうっていう、なんかめっちゃすごい声が聞こえたっていうやつがあったと思うんですけど、あーでもあんまり濡れてなかったから凍らないかも。どうしたらいいかな。スクールさんとこ借りようかな。ちっと貸してよ。あ、ここいいんじゃない、風も当たるし。今回失敗したら今度はあれだな、もっと寒い。透明人間さ作ってるさ北海道とかってもっと寒いもんね。あ、やばい、洗濯バサミが凍ってる。早いね、そっちの方が。とりあえずまあこんな感じでいいかな。あー落ちた。え、あーでももうちょっとまだ数分しか経ってないけど凍ってる。ほら、でももうちょっとだな。よし、ちょっと一回お部屋に入って待ちたいと思います。さてさて、今ねライブ中継をしてたんですけど、その間にもう5分以内にもカチカチになっちゃった。あららら、落っこって雪かぶっちゃったわ。よいしょ、この凍っちゃったね T シャツと勝手に立ってるズボンを使って透明人間をねいざ作りたいと思うんですが、ちょっと準備をしてこよう。でも今日顔出しパネル立てないってことなんで、この辺に立てようかな。はい、みんなおはようございます。見てください、カチカチ。髪の毛も凍ってましたからね。そうそう、髪の毛ありがとうございます、見ていただいて。今日はね実験でねT シャツとそうそう、もうカチカチなんです。だからちょうどいいかなと思って、ちょっと傾いてるけどよしとしようか。どうせならクマが後ろに見えた方がいいかな。ありがとうございます。高く見て。高し違うよ、凍ってんだよ透明人間。あーダメだ、倒れた。風強すぎる。カチカチできました、透明人間。みんなどんな反応するかな、早く見たいな。この辺ならいいか。もう自己満足の世界です、ここまで来ると。さあ、いつまでこのまま凍ってるかな。